はい、こんにちは。営業にで役立つ、情報を皆さんに提供するという趣旨でこちらの方の番組をお伝えさせていただいております。皆さん営業をされる上でですね、必ずしてほしいこと、絶対してほしいっていうことは、まずお客様の情報をですね、調べるっていうことなんですね。もちろんお客様のところにお伺いして、お客様から情報を入手するっていう方法もあるんですけれども、それ以前に最低限ですね、皆さんご自身、あなたご自身がですね、営業、お客さんのところに行く前にぜひとも下調べといいますか、まず情報を収集していただきたいんです。どのように情報収集するかといいますと、もちろんインターネットを通じましてですね、Google に企業さんの名前、お客様の名前とか入れていただいてですね、そこから情報を収集していただくことも可能です。もしくはですね、私がよく使う中ではタウンページですね、タウンページのビジネス版っていうのを見ますとですね、業種ごと、業種エリアごとにですね、いろいろ企業さんの名前がずらーっと出てくるんですね。そこの企業さんの名前をですね、ある程度Google で企業さんの名前を入れていくとですね、その業界のですね、ことが大体見えてきます。地域性と業界っていうのが一つのポイントとなるんですけども、そこからですね、いろんな情報、企業名を入れると、Google でずらーっと何段か出てきます。そうすると情報とか噂とかいろんなのが出てきます。そういった部分をですね、皆さんぜひとも情報収集の一つとして身につけていただきたいんです。それとともにもう一つですね、私が皆さんにお伝えしたいことは、例えば出張とかに行かれる場合、飛行機に乗って出張に行きますと、そのお客様の土地の空港ですね、そこの空港の到着ロビーのあたりに大体企業さんの看板が出てるんですね。そこの企業さんの看板っていうのは大体そこの地域の有力な企業とか業績がいい企業さん、もしくはすごい今現在元気な企業さんという形で、どちらかというと話のネタになる企業さんなんですね。ですので、そういった部分でも絶えず移動中でもですね、なるべく自分自身でアンテナを張ってですね、その地域、その業界のことをなるべく身につけるっていうことを意識してみてください。それをするかしないかによって、お客様のところに行ってですね、雑談の時でもいいです、お客様との話すネタっていうのがもう格段に差が出てくるんですね。それを意識して情報収集をしているかしてないかで、まるっきり半年1年経てば、その人の営業パーソン、セールスパーソンのですね、質っていうのが変わってくるんですね。ですので、ぜひとも皆さんにやっていただきたいことは、移動中、例えば出張で、今話しました、出張でお客様のエリアの空港に行ったら、どの看板が出ているのか、どこの企業さんの名前が出ているのかっていうのをまず把握していただく、まずそういったこと、これはあくまでも空港の例なんですけど、もちろん新幹線とか電車で出張行かれる方はですね、そのお客様の地域の駅に降りついたら、駅の看板とか見てください。駅の看板を見ることによって、その地域のことが本当によく分かります。駅、電車でしたら駅、飛行機で移動される方でしたらもちろん空港の看板といった形で、さまざまそういった形で意識することが大事なんです。意識することによって、その地域のことっていうのが徐々に自分に身についてきます。今お伝えしたのはですね、 Google インターネットを通じてですね、パソコンを通じて情報収集することと、それとともに実際にですね、足を運んで看板とかから情報収集する、それができるかできてないかっていうので全然違ってきます。例えば私がよくすることなんですけれども、空港の看板とかで、ある企業さんの名前が出てると、やはりお客様のところにいて、世間話雑談すると、そこの企業さんのことが書いてなくても、その地域の
ことを私はちゃんと意識してますよっていうことをお客様に雑談の中で間接的でも伝えることによって、お客様から見るとですね、好意的にかなり映るんですね。ですので、そういった部分でもぜひとも皆さんにやっていただきたいのは、その地域のことを身につけてください、勉強してくださいっていうことなんです。それを持って、その知識情報とかを持ってお客様のところに行ってくださいよっていうことなんです。まずそういった部分でお客様とまずラポールを取ることが、商談、まあハードな商談、ネゴシエーションになる前でもですね、より穏やかな雰囲気、話しやすい雰囲気でですね、お客様との商談っていうものをできるのではないかなということを私自身強く感じています。ぜひとも皆さん、情報収集できる限りお客様の自身の会社の情報ものみならず、その地域の特性や業界のことを、まあ、インターネット、もしくは空港の看板、駅の看板等を通じてぜひとも身につけていただければと思います。ぜひともそういった部分でですね、商談にぜひともお役立てていただければと思います。それでは本日はこの辺で失礼いたします。